こういうものと組み合わせるといいな、なんだと思います？なんだろう。生で食べる場合には玉ねぎのこう繊維を断ち切るようなね、向きでスライスしてもらうのが一番いいと思いますね。空気に触れると変わってくるんですよ。これ食べたら健康になれそうです、うん、なれそうですか、はい、はい。みんなで生きよう100年チャンネル。どうも、梶原です。永民です。よろしくお願いします。この間ですね、はいはい、たまたまなんですけど、はい、患者さんがね、玉ねぎをたくさんくれたんですよ。そうなんですか。そうなの。でね、その患者さんいつもね、ハンバーガーをスタッフに買ってきてくれたりとかね、うん、この前は山形のね、白いネギ、白いネギ、うん、雪の下に埋まってるような、はい、うん、そういうね、ネギを送ってくださったりね、まあ、するんですけど、まあ、その玉ねぎがですね、まあ、たまたま淡路島の新玉ねぎでね、まあ、めちゃくちゃ美味しかったんですよ。いいですね、うん、それでね、いや考えてみたら、そうだ、玉ねぎも健康にいいよ、もうたくさん入ってるから玉ねぎの話しとこわなきゃなと思って。お、うん、まあ、玉ねぎの話してないでしょ。そうですね、うん、脇役的なのではあるんですけど、玉ねぎすごくいいから体にね、うん、玉ねぎの効果はっていうことを考えると、こういうものと組み合わせるといいなっていうのがね、これは何だと思います？なんだろう、難しい。玉ねぎってどちらかっていうと炒め物とかが多いかもしれないんですけど、うん、生で食べるのもすごくいいんですよね。これね、お酢と一緒に食べる、つまり酢漬けとかマリネ系にするとすごくいいんですよ、はい。お酢ですか？うん、ちょうどね、お酢につけたのがあるんですよ、はい。本当ですか？つけてみた、残りのやつをね、これこれこれ、うわー、たくさん、うん、めっちゃ玉ねぎと酢の匂いします。玉ねぎと酢ですから。こういうものに向いてるのはね、炒め物だったらこういう切り方ですけどね、生で食べる場合には玉ねぎのこう繊維を断ち切るようなね、向きでスライスしてもらうのが一番いいと思いますね、スライサーでもできると思うし、包丁でもいいと思うんですけど、うん、そうやってね、繊維断ち切るといろんな成分がですね、空気に触れると変わってくるんですよ。そうなんですか？そうなんです。繊維を断ち切るようにして切った方が、そういった成分が空気に触れることで新しく成分が変わっていったりするので、そういうスライスの仕方がいいと思うんですね。酢だけではなんなんで、蜂蜜とかね、オリゴ糖でコクがあるようなものを一緒に入れるといいと思うんですね。あとは少し塩気が欲しいっていうことであれば、少し塩も入れてですね、まあ 2,3 日漬け込むと馴染んできてね、美味しいと思うんですよ。先生、玉ねぎってじゃあ実際どんな効果があるんですか？玉ねぎの効果ってもう知られてると思うんですけどね、玉ねぎって言ってすぐに思い浮かぶのは、おそらく血液をサラサラにする効果があるっていうことだと思うんですよ、はい。硫化アリルっていう物質なんですけどね、血液がね、固まりやすくなるような成分にブロックをかけてね、血液をサラサラにしてくれるっていうものなんですよ。これが一番有名な玉ねぎのいい作用じゃないかと思うんですよね。あとはね、これ結構ですね、ポリフェノールって言ってね、特にケラセチンっていうね、ポリフェノールを多く含んでいるんですね、はい。ポリフェノールっていうとね、抗酸化作用ですね、まあ、これが多いわけです。血管の内皮細胞ですね、表面のツルツルしたところを守ってくれる、そういう作用がありますよね。玉ねぎにポリフェノールって意外ですね、うん、ブドウとかのイメージなので、うん、そうですね。ただね、ポリフェノール自体がね、5000種類ぐらいあるって言われてるんですよ。そんなあるんですか？そう、だからポリフェノールって全然単一の物質じゃないわけです。ワインとかもポリフェノール入ってるし、コーヒーにも入ってるでしょ。そういうやつは動脈硬化を防いでくれる、そういう働きありますから、しかも体中のね、あちこちに行ってくれるんで、目だけじゃないし、ケルセチンっていうポリフェノールが非常にその抗酸化作用は強いですよっていうことです、はい、うん。玉ねぎの中にはね、糖分もあるわけです。糖分の中でもオリゴ糖が多く含まれていると言われていますね、玉ねぎは。へ、うん、食べても血糖が急に上がりにくいオリゴ糖が多いから、他の甘いものよりはいいですよってことですね。そのオリゴ糖がね、腸の状態を整えてくれるんで、腸のためにも玉ねぎがいいと思うんですね、はい。当然ながらこれも食物繊維の塊って感じでしょ。すごい繊維質ですよね。わかります、うん、もうシャキシャキしますんで、はい、これはね、食物繊維すごく多いですよね。不溶性のものも多いですけど、水溶性のものもありますから、それも腸活にはいいと思いますよね。特別な病気を持ってる人以外はですね、まあ、カリウムが割と多いので、高血圧を予防するっていう意味でもこれはいいと思いますよね。
あとはね、まあお酢はどういう働きをしているかっていうと、酢酸っていうのが主な成分ですけど、乳酸っていうものを分解するのにクエン酸っていうのは非常に重要ですよね、うん、疲労回復にすごくいいっていうこと、これもね血糖値の上昇を抑えてくれる働きがお酢にはありますね。うん、地味な作用ではあるんですけど、脂肪の蓄積を予防するっていう効果もありますね。まあそんなにねド派手なね玉ねぎ食べてれば脂肪がつかないみたいな、そういう話ではないですけども、そういうものがあったりします。お酢はねすごく大事ですよね。じゃあもうこの酢玉ねぎって最高にいい組み合わせってことですね。そうですね、別々に食べてもいいんですけど、加熱しない状態の玉ねぎですよね、そういうものを利用するにはサラダに玉ねぎスライスしてね混ぜてもいいんですけど、サラダに玉ねぎっていうのはそんなに量食べられないでしょ、うん、こういうふうにすると玉ねぎをある程度の量食べられると思うので食べやすいと思うんですよね、はい、玉ねぎから出た酢もね有効活用してもらってね、まあ一旦こうやって酢につけた玉ねぎをサラダにするとか、まあいろんな方法があると思うんですよ。この後炒め物に使ってもねいいと思うし、まあいろいろバリエーションが楽しめると思うので、うん、まあ一回こうやってねお酢につけとくと長持ちするしパッと出せるので、まあ、便利かなと思うんですよね。そんなにすごい、うん、その酢玉ねぎ私、うん、食べたことない、ぜひチャレンジしてみたいそうですか、食べますかこれ。はい、ぜひ食べます。よいしょ、いただきます。うん、美味しい。美味しいですか、うんうん、送ってくださった玉ねぎがすごくいい玉ねぎだったんでね、うんうん、めっちゃ甘いですね、うん、オリゴ糖ですかね、その甘さはね、うん、健康的な味ですね。どうでしょうか、皆さんもねこれちょっと試してみたらどうかなと思いますね。まあちょっとその新玉ねぎの時期ですから刺激の少ない美味しい玉ねぎだと思います。はい、めちゃめちゃこれ食べたら健康になれそうです、うん、なれそうですか、はいはい、どうですかね、今日はねちょっといただいた玉ねぎのことを思い出したんで、まあ、こういうことにも体のためにいいものたくさん含んでるんで、ここで改めてご紹介するといいかなと思ったんでお話しました。梶原アイケアクリニックではスタッフを募集しています。眼科の先生や首脳訓練士はもちろん、資格がなくてもできることがたくさんあります。究極のサービス業、医療の世界で輝きませんか。私たちと一緒に眼科難民を救いましょう。詳しくは概要欄をチェックしてください。やっぱり玉ねぎがいいと美味しい ね、 ね、そうですね、やっぱちょっと玉ねぎはねケチらないでね、いい玉ねぎ使ってくれるといいと思います。これ本当美味しいわ、うんうん、甘いですよね。甘い甘い、これいくらでもいけるこれ、うんうん、今日の玉ねぎとお酢の話ですね、役に立ったでしょうか。役に立ったと思った方はチャンネル登録といいねをお願いいたします。ベルマークを押していただくと動画が上がるとお知らせがいきます。チャンネル登録するとベルマークが出てきます。それじゃあまたね。